早逃げてくれ。はい、おやすさん逃げて。おやすさん危ないで。スタロー51ちゃん早起きで。パチ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 とも物を掘ってるような音がしたし、あんまりしつこいから、まだあの表示開けて見たらもう煙がバー出とったわけ。いや大変や思って、思ってテレビつけっぱなし、扇風機回しっぱなし、ちょうど家の前に水道があるさかいに水をかけてて、こっちへ来んように、うちの家へ来んように言って、そうしてる間もう水かけても追いつかへんから、近所の人が見てる人がね、もう爆発するから、はい掘って、もうこっち逃げといて、引き上げって言われて。向かいに住んでらっしゃる女性が、あの火事だということで飛び込んでこられて、で外に出てみると、生まれて初めて見るような大きな火柱で、あのとても驚いた。あのヘイトクライムというのは、差別的な動機に基づいて特定の集団もしくはそこに属する個人に対して行う犯罪のことですので、今回の事件はその明確なヘイトクライムだと考えます。住宅の密集地で、民家を含む建物に火をつけたというところは、一段やはりあのより危険な、犯罪の段階に入ってしまったと思います。火事になった後、何か表でカチャッとか変な音したら、もうすぐ起きて、誰が来たかな覗いてみたり、もうここは表はどうもないけど、違うところでまたやられるのかなと思って。アメリカ人の居住区だとか、仮にフランス人の居住区があった時、そういうのは行われないと思うんですよね。やっぱりそこにはそのアジアであったり朝鮮半島であったり、それに対する差別、つまり植民地主義に基づくこの根深い社会の差別の構造があるということが、まずこの事件が起こった条件的な部分であろうし、仮にその犯人がもともとそういう差別主義者でなかったとしても、まあ、そういう人たちが何かその社会に対する不満、鬱憤を晴らすのに、さあそういうターゲットを探すときにやはり出てくる対象だから、攻撃
いつ何時誰によって攻撃の対象になるかわからない、そのような存在として在日朝鮮人がこの社会で位置づけられているというのが、今回の事件の理由原因ではないかなと思います。ヘイトクライムの被害っていうのはやはりその直接ターゲットになった人のに対する与えるあの打撃っていうのはもちろん大きいですけども、その周りっていうか同じ属性を持った人たちがやっぱり自分たちはもう狙われる、で自分たちはそのようなその、殺されてもいい、その狙われても仕方がない、取るに足らない、そういう存在なんだっていうことを思い知らされるような、あ、被害っていうのがあるので、いやそうじゃないんだと、差別をする方がおかしい、この差別的な動機に基づく犯罪は許せないんだっていうことを、公人公的な機関もそうですし社会が発していくっていうことはとっても大事だと思います。単に放火事件としての被害だけではなくって、その差別にもよってもたらされた被害というのが、甚大なものがあるの でそれをその、ちゃんと判決の中で評価して批判するということが、この差別をなくしていくために大変大きな意義があると思います。インターネットを見るとウトロに対する中傷だから、この事件が許せないよりもウトロに問題があると、ウトロのやつが悪いんだと、全部燃えればよかったんだとか、皆殺しにしたらいいんだとか、そういうのを見ながら本当にその震えて夜も眠れなかったというおっしゃっている方もいますし、やはりそういったところで深い心の傷をつけた、早くこの問題に対して規制しないと、社会がしっかり向き合わないと本当に今後人の命も傷つけますし、人の命が奪われなくてもその人々のその尊厳であるとか、この社会で、共に生きようというそういう志がもう殺されていく、そういう社会になっていくんじゃないかということを危惧しています。